はい、どうも、こんにちは。沖縄の関です。というわけで今日もやっていきましょう。ユニコーンオーバーロード。勝てない。というわけで、ちょっと別の回り、別の道で回ってみます。こっちの、行けるから。ここから先面積。押し通る。行けるかな。こっから先の敵が強ければ、まあ諦める。とりあえずやってみよう。奇跡の魔術師。出るかな？今見たらレベル5だったから、いけそう。発掘班をもっと働かせろ。つべこべ言うな。行け。辺境の盗賊団を蹴散らしてまで。遺跡を調査しているというのに、この程度ではとても功績とは呼べない。全然足りない。全然。兄さんにはまだまだ及ばない。兄さんに。母さんに認めてもらえない。こいつ仲間になるかな。発掘用の人手を倍にしろ。金は出す。大変です。反乱軍がこちらに向かっています。反乱軍だと。僕の邪魔をする気か。あのアレイン王子が直々に指揮を取っている模様で。そうです。アレイン王子です。いいな、これは。何がいいんだ。ゼノイラに反旗を翻す愚か者と、その首領が僕の目の前に現れた。弱小とはいえ、その首領を討ち取れば。多少は功績になる。弱小かよ。母さんに褒めてもらえる。母さんに褒めてもらえる。迎撃準備。はい。敵を火炙りにしてやるんだ。はっ。行こう。火炙り。おう。あれね。出撃する。準備できてるぜ。任せてください。で、ちょっと待って。行くぜ。やってやるぜ。任せろ。あ、ちょっと待って。俺の槍で一突きだ。まあいいんだけどさ。はい、サクッといったよ。あ、さてと。どうしよう。え？わかった。待て。まあいいんだけど。4体。
あと誰に出てってもらうか。よし、行こう。考えるんだ。どうしよう。まあいいか。向かおう。俺の槍で一突きだ。今戦いたくなかったんだけど、ナイス。よし。この力使ってくれよな。騎兵の力が必要か。了解。次はどうする？一瞬で終わりにしてやれ。サクサク勝ててる。取るに足らねえやつだったな。俺の番だ。どうしよう。ああ。やってやるぜ。任せろ。どうする？任せてください。やられる覚悟はできてるか？いけ。これがうざい。あと一体。いいぜ。分かった。報いを受ける時間だぜ。また日が来る？ああ、やっぱり。よし。俺はまだやれるぜ。俺にかかればこんなもんさ。やるか。ああ。押さえたぞ。よし。かかってきな。レベルは上がってるし、上司じゃないの？母さん、母さん。こっちから来るってことはないな。どう出るべきか。どう出るべきか。やってやるぜ。どうしよう。こいつの射程内に入っちゃう。わかった。あれ？騎兵の力が必要か？ああ、そういうこと？
到着だ。いいぜ。すぐ行く。え、どうしようどうしよう。さあ、出と。あよ。考えるな。行くぞ。それが相手だ。まあいいか。回復しやがった。俺の出番だな。ちょっと一旦下がって。あれ、準備できてるぜ。ここに、あれ、騎兵の力が必要か。おかしいな。行ってきます。やられる覚悟はできてるか。平気だぜ。ちょっとだ。まあこんなもんだろ。恨みっこなしだぜ。おいで。どうする？あ、え？任せてください。報いを受ける時間だぜ。これでどうだ？よし。ああ、無難。なんだっけ？このゲーム。次はどうします、うん、やられる覚悟はできてるか。ひとまず勝ったぜ。はい、オッケー。恨みっこなしだ。さあ、出た。任せろ。さて、どうしよう。よし、俺の出番だな。やるか。ああ、こっちにまっすぐ向かってきてるやつはいない。ゲー。好きにはさせない。この魔法が確かにうざいっちゃうざいな。これを分けてあげるわ。氷を。ベイス。このまま行こう。サクサク終わってる。氷を積み重ねよう。到着。よし。考えるんだ。向かおう。出陣します。何なりと。これを取りに行こう。かしこまりました。一瞬で終わりにしてやれ。
大丈夫。覚悟はできてるか。ひとまず勝ったぜ。俺にかかればこんなもんさ。やるか。わかった。準備できてるぜ。もうあとこっちだけか。行ってきます。ここは制圧した。さあ出た。あいよ。一瞬で終わりにしてやる。ホームラン。着きましたぞ。掘り出し物だ。こことな、どう出るべきか。よし。次はどうする？いいぜ。あ。さて。わかるか。あんまりない。任せろ。他なんか取れるものってある？ないね。うん、さあ来い。せそう。母さん見ていて。僕は何でその母さん、母さんってよーし。この僕が、もう終わり？おー、ちょっと。どう出るべきか。行くぞ。うん。好きにはさせない。で終わりだよ。魔力を乗せるよ。け。よかった。やったぞ。フロロティック強いのか。わかったよ。ゲイ。冷静ランクのシーンになったっす。やった。
よし。終わりだ。何もかも。僕は死ぬ。誰にも褒められないまま。死ぬ。うん、消える。何もできないまま。ああ。殿下、この者の処遇どういたしますか。まあ、勧誘しとこう。魔術師欧州、うん、君の力を貸してほしい。解放軍に入って共に戦ってくれ。こうなる。解放軍に本気かい。僕は君らに負けた敵将だぞ。こうなる。それに僕には功績も才能もない。そうだ、仲間になってよ。入ってもらえなかった男だ。ゼノイラと戦うには多くの力がいる。この遺跡の発掘ぶり、君のような研究熱心な魔術師は貴重だ。ゼノイラ軍、ガレリウス様と戦って勝ち目などないだろう。いくら仲間になるよ。今のままならそうだ。だから解放軍をより大きく強くするためにも君を仲間にしたい。僕を仲間にしたい、うん、早く入ってよ。僕が解放軍に入る。そう、入って。断る。いや、人生って面白いものだ。いきなり元気になったら。分かったよ、あれ。お。いや、殿下、僕は解放軍に入る。よし。よく考えればゼノイラを倒す、うん、これほどの功績はない。きっと母さんも褒めてくれる。僕の考えていた未来とは違うけど、案外そこに欲しいものがあるかもね。そうだね。よし、仲間増えたよ。はい、というわけでね、今回はこんなところで終わります。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。Pop, pop.